ケンティー役の関岡マークです。すごいいろんなことが起こってるので、なんかすごいなんか最初はやっぱこうテンパっちゃう、あやばいどうしようってなってるんですけど、でもなんかこう話を進んでることによってなんかちょっと分かってきて、なんかちょっと楽しくなっちゃって、なんか途中でもうわーってもうなんか気をしちゃうところもあって、なんかいろんな感情が出せる舞台になってます。まあとりあえず元気いっぱいのケンティーを見てほしいのと、まあその椎木さんとの絡みだったり、その新作との絡みだったり、なんかすごいことになっていますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。めっちゃ楽しいので約束します。マナティ役の脇野沙耶です。結構恋をする役がすごく多いんですけど、いつもこう恋が溢れてるんですけど、今回はマジで愛が溢れてます。私はすごいアトラクションみたいだなってすごい思って、なんか特にその後半のスピード感がすごいというか、もうジェットコースターみたいにビュン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 行くので、 4D の映画を見てるような気持ちになるのではないかなと思いますので、あ、4DX でした、 4DX でした、みたいな作品に、ね、なっておりますので、ぜひ楽しみに来て、もう 5G とか言わんでもなので、楽しみに来ていただけたらなと思います。待ってます。ミカコロ役、石井ミカコです。名前がそのままです。みんなの苦手なところをどんどん強化していったような感じで、バッチリ手応えがありましたので、またみんな揃った暁には投資をして、どんどん精度を高めていってっていうのを繰り返して、ね、皆さんにお届けする頃にはもうバッチリ楽しめるものにしていきたいと思います。ミカコのことを知ってる人は多分ちょっとえって思うシーンがちょっとあると思いますね。ぜひそこを楽しみに来ていただいて、もう別にミカコそんなっていう人もきっとこれを見たら推しができると思うので、ゲームの話だからオタクの方みんな大好きだと思います。だからね、ぜひそういうゲーム好きな人、アニメ好きな人ぜひ見てもらいたい。本当にマジでめちゃめちゃ面白いんで、私だったら初日の方に来て気に入ったらもう一回見れる余地を残しておきます。絶対そうした方がいい。絶対2回見たくなるからよろしくお願いします。フラワー役の深川小鳥です。すごい熱がどんどん上がっていってるなという感じを、はい、感じながら稽古をしておりますが、毎回稽古場で笑いをこらえながらずっとやっております。めちゃくちゃ楽しいです。どこが面白かったよとか、誰がどうだったねみたいなことを私はずっと話したいんで、 とりあえず早く全部見てもらって、で一回全部見て分かった上でもう一回見てもらって、もういろんなことを語り合いたいぐらいの感じなので、まあもうちょっととりあえず本当にいろんなものを楽しみに、いろんな要素がすごいいっぱい入ってるのでエンタメって感じですので、お楽しみにという感じです。はい、はい、じゃあ最後に変顔を1個もらっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは、こんばんは、こんにちは、フラワー役の深川小鳥です。ちょっともう一回言いたいな。